はい、よろしくお願いします。今日の議題は、ソフィアさんがなんか言ってたやつでファイヤーね、どんなか説明してください。ファイヤーお願いします。まあ一番短く言うと早期リタイアなんですけど、うん、まあそれは、うん、あの経済的に自立したリタイア、うん、っていうことで、まああのテレビとかでも注目されてますし、あの私もちょっと本とかも読んだんですけど、まあ、うん、ちゃんとした収入があるうちにその収入の一部を投資に回すとか、収入があるうちに副業もしつつ投資とかあの見回して、でまああの昔の言う60歳まで働く、お金に縛られて働くんじゃなくて、いつでもリタイアできるようにして、うん、後の人生を楽しむっていう風な考え方が一番いいんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、ただまあ、うん、そうですね、はい、そういうなんか考え方が、すごいこう、うん、流行ってるのかな、流行ってるんじゃなくて、まあなんか欧米から始まって欧米で共感を得て浸透してきて、で日本でそれが適用さ、あの 順応されるかっていうところをし始め、ね、考えが入り始めたあたりみたいですね。うん、面白いね、なかなかね。うん、30歳でリタイアか。なんかでもかなり広義な意味で使われてて、うん、年収の25倍の貯蓄と、それであとはその人たちがどのくらい節約して、うん、あの生活費にどのくらいかけるかっていうので、うん、だから年利を 4% から 7% その間で年収の25倍をまず貯めるということ、なんか とりあえずの目安ですけど、うんうん、今のところの定義としては、そんな年収でも年間200万円でつつましく暮らすって人もいれば、うんうん、いや年間1000万って人もいれば、それはまちまちみたいなんですけど、うんうん、今のところの定義的にはまあまあその、うん、だから生活費でかかるであろう年間の支出、うんうん、かける25倍をまず貯めると。うんうんうん、そうです。25倍貯めることは相当な頑張らなあかんわな、うん、でもさ、うん、200万円で過ごし、100万、年間200万円で過ごせないかな、うん、でも若い人がそれを貯めるということは、例えば20歳からやって30やったら10年間やんか、うん、10年間で年収の25倍をまず貯めること、まあ、生活もせんなあかんから、そこからお金使っていくやんか、うん、しかし貯めていくんやろ、うん、そうそう、私もあの現実的に、うん、家なんて買ったらきっとそんな貯めれないと思うんですよね。無理やわな、あの、ね、もし賃貸だとしても、うん、賃貸払いながら貯蓄に回すっていうのもしんどいと思うんですよね、かなり。そうよな。なんかやっぱりそこは投資で回していくってことになるみたいなんですけど。なるほどね。だけど投資もね、そんなうまい投資って一般の人にそうそう転がってこないでしょう。そらそうやな。だいたい失敗するのが多いのもな。そうでしょう。だから、まああとは、私の周りでそれに近いことやってるっていう人はやっぱり親の代からの不動産ですよね。うん、親の2代目とかで不動産がもうあって、はいはい、うん、いや大家さんで、うん、既に下地が出来上がってるわけだ。そう。で、ついさっきさっきまで記事読んでて、うん、概念としては理解したけど、うん、実際、うん、それこそね、本当、うん、先生のトレードがすごいもう、もう才能があって、うん、結構玉玉数増やしてバンバン、うん、送り人になるっていう人はまた逆か別かもしれない。そうよな、なんかよっぽど大きいことせんな、年収25倍たまらへんよな、うんうん、だからため方として、うんうん、まずまあ固定費の中のものをなるべく、うん、安いものに
シフトしていく。例えば、あの、細かいことだけど、ある程度切り詰めるところは切り詰めるために、まあ、例えば、携帯電話もドコモからもっと格安にするとか、っていうところから始まって、まあ、食べ物なんかも、なるべく、その、安く買える方法を探すとかっていうのをテレビでやったりしてたんですけど、あとは、やっぱりどうしてもその、ある程度の収入あるプラス、副業、何かでお金をまず儲けていかないと、すぐに投資だけではやっぱうまくいかないっていうのを書かれてるかな。なんか、トヤさんなんか調べました？その、まあね、年収がいくらかにもよると思うんですけど、なんか言ってたのが、年収が500万だとして手取りが、その半分を全額投資に回して、で、まあ、年利 4% だとすると、何年だっけな、なんか何十年か、二十何年かだったかな。で、なんか暮らせるような額に貯まるってらしいんですよ。けど、それは、確かなんか、結局、厚生年金、定年まで働いて、その今までの生活費の何割かも貯蓄に回して、プラス年金もらえる生活と比較した場合、そんな大差ないみたいな、なんかそんなことは聞いたんですよね。結果論ですけど。だから、まあ、どれだけ生活費かかっているのかとか、まあ、そもそも論ですよね。なんで何を目指してるのかっていう話になってきちゃうと思うんですよね。ただ辞めたいのか、夢があって何かしたいのかとかって多分全然話変わってきちゃうと思うんですよね。そもそもね、スタート論、まあ、だからまあ今、そうですね。まあ多分やりたいことが明確にあるから、まあこういうのが流行ってるんだと思ってるんですけど、まあそこはもう逆算して計算してできたら、おのおのがやったらいいんじゃないかなとしか思わないですね。けど結構貯めるのは大変だと思いますね。年収の25倍で、その20歳から働いて10年間で言ったら、ちょっと相当やらなあかんな、相当なことせなあかんな。やっぱ勤めだけじゃなくて副業は、サラリーマンですよね、大体ね。そうやな、副業で、まあそうか、副業分を全部貯め込んだらいいのか。そのセミリタイアした子も副業だけは続けるとか、なんかパートだけは働くとか、ああそういうことか。なんかそんなこと書いてありましたね。でもなんかやっぱビットコインとかもあるじゃないですか。あれで割と身近に、もうちょっと遅いかもしれないですね、やっぱ2014年あたりに仕込んだ人は、なんか結構良かったみたいですよね。最初の頃はね。そう、いい時に仕込むよ。まあ当然大損しおるやつもおるわけで。なあ、そうだね。なるほど。まあでも、そもそも論は仕事が楽しいか楽しくないかっていうところのスタートだと思うんですけどね。そうそもそもはね。そうですよね。しければずっと別に。それこそ60過ぎても仕事がしたいっていう人はいっぱいいるわけで、本当そうですよね。そこはまあ別人によりですね。考えないとね。そうね。仕事が楽しいね。なかなか難しい、一番難しい問題だけどな。仕事楽しくないでとか別に。そうね。だからほんまに楽しい仕事してる人ってどんなんやろな、まあ、なんやろ、まあやはりやろな、中にはな、ほんの人に一部でしょうね。例えば、収入が入ってくるだけにあったら別に仕事せえへんから。そうですよね。そうですね。なんで流行ってるんですかね。
でもね、何かしら皆さん投資とかいろいろやってません？周り。やってます、やってます。積み立て NISA なり、なるほど。ね、投資別信に託。FIRE の金額いかないにしても、みんな投資信託したりとか、ね、いろいろやっぱりこう、昔と違って一つの会社にずっと勤めてて、年功序列で、退職金もちゃんともらえてっていう時代ではなくなってきてるから、仕事をいつでも辞めたければ辞めれるぞっていう自立を目指して、なんかしたいなっていう若い人が増えてるのは間違いないかなと思うんですよね。それはでもいいことやもんな。そうやってそうそ一うそう。応どんなプランであっても立てていくということで。ね。あとやっぱ積み立て NISA とかを国がやるってことも、投資してくれってことですよね、結局ね。やっぱ国も。そうね。もう年金があかんしね。そういうそうことそう。ですね。その自助努力みんなしてねってことですよね。そっちへ行ってねと。もうだから会社とかに頼らないで、自分で運用だ。それがこれから2030年とかになったら、もうのだ、投資するのはもう常識みたいなそうやな。感じになっそうてせくな、るんいでらすれへんね。よな。昔はもう株に手出すなとか、おじいちゃんから言われてますみたいな感じだった昔けはそうだど、ね。もうそんなんじゃなくて、もう常にね、いろんな情報も入れて、自分でもやっぱそういうファイナンシャルリテラシーを育てるっていうか、まあ、なんやろな。頼らないでっていう。日本がそれだけ、なんていうの？例えば日本のこの、経済力を測るときに、GDP ってあるでしょう。国内総生産ね。まあ、日本がこう、上げた収益というか、生産した。まあ、今のところ3位やけども、まあ、かつては2位やったわけや。アメリカについてね。で、本当すそうごやで。日本の国いうのは、そこまで良かったんか知らんけども、まあ今中国に抜かれてるでしょい。う。でも一応3位や。な。の GDP 3、世界で3位やのに、あんまりええ暮らしではないような気がせえへんか。実はな、リーマンショックがあって、あれ2008年かその辺やろ。そっから GDP の伸び率をこう世界のランキングを比べると、144位の4カ国の中で日本実は最下位なんですよ。伸びてないね。全く伸びてない見ね。てない。ということは賃金も上がってないね。日本の暮らしはへえ。全然伸びてないね。な相当危機な状態におんねん、実は日本な。で、それは何でかっていう原因はまあいろいろあると思うんだけども、日本銀行、日銀があるでしょう。あれはリーマンショックの時に、民主党やったな、政権が。ね。政策が悪くて、で、実はお金をすったらええねんけども、全然すり寄らへんかったわけよ。なすったらとんでもないことになる、インフレになるとか言うて、そんなこと絶対あらへんねんけども、すり寄らへんかって。でそれがいまだに続いてて、日銀はお金をすらへんねん。要はいわゆる量的緩和をせなあかんのね。どこの国もやっとんのに、日本だけせえへんねん。だからいまだに GDP が伸びないんで、このままいったらまあ大変なことになるような気がするんだけども。でまあ要はお金すれば、政府が国債発行すればそれを買うわけやか、日銀がな。それでええわけやね。全然問題ない。ほんならお金がいっぱい世の中にばらまかれて、給料も当然上がるやろし。なまたみんないっぱい使うやろし、景気も上がってくるやし、当然物価は上がるけども、
それは景気が上がっていくと当然物価も上がっていくんで、それでいいわけやから。でそうじゃないからこんなことになってて、うん、若い人が給料全然取れへんから、うん、そういう考えも当然していかなあかんわな、うん、結婚もできへん、子供も育てられへんね、うん、ことになってしまうから、うん、まあ大変なんです。だからそういう意味で、うん、国がなんかこう投資を進めるとかなんか言うとるけども、うん、国はほんまはそんなことよりもお金すらなあかんのね、うん、なんですんないのかしら。あのインフレが怖いねて、うん、インフレって、インフレって何、うん、インフレいうのは物価が上がること、うん、今ほら日本ってデフレやん、物価安いやんか、うん、なんかとりあえず安いやん、100円で買えるし、うん、あの牛丼食えるし、もうとりあえず安いやんか、うん、でも日本の中では安いけども世界に出た時に、うん、やたら高いやんけ、アメリカにしてもヨーロッパにしても、うん、なやっぱり同じように対抗できへんわけやんか。うん、そう。うん、ああ。インフレにならなあかんねえな。うん、で、インフレにならなあかんねえ。でも、お給料もらってればいいんだもんね。そうそう、お給料がその分上がればいいわけやんか。当然、お金いっぱいばらまいたら、給料も上がってくるはずやのに、うん、それを将来。え、本当に上がるかな。だって、お給料決めるの、うん、あんまり意味ないって聞いたんですけど、まずお金を配らなあかん。量的緩和は絶対せなあかん。そうでないとお金がないから、目線によってなんかいわゆる既得権益層の視点からすると、お金を吸ったところで自分たちには別に利益にならない、まああまり利益にならないというか、そのお金ない人からするとすごくいい話なんですけど、その上の層からすると別に大した意味がないというか、むしろマイナー価値が下がっちゃうね、お金の意味ないっていう、一部のその金持ちにとってはね、そうですそうです、うん、で その目線があるから多分お金すれないんじゃないかなって、結局既得権益層がね、そうだとして、まあ、当然日本の国を既得権益にそうやねんな、その体質を変えていかなあかんねんけどもな、そこを、まあ、まあそれがあるから日本が回ってるっていうのは事実なんで、まあいやそれは政府も回ってるというか、そうかな、まあ、まあ、多分何らかの、こんだけ国民が、まあ、あんまり不満を思わへん国民なんか知らんけども、実はよく分かったらもう不満だらけになるはずやのに、うまいことをこうなんか知らん、なんか平和な国やし、なんかいいなという感じでこう平和に生きてるやん。でも外を見てないからな。まあでもそれがいいんじゃないですかね。それそうかな。こんだけ僕は別にそれでいい、うん。でもそうやって若い人がいいんじゃないかなと思っちゃうんですよね。30でリタイアとか考え出してるわけやる、うんうん。それって考えたらおかしなことやんか。そうでしょうね。うん、でまあ今のまま、そうなったら、でもあとほら、そうなったで、AI、AI 化の問題もあるでしょ。そうそうそう、まあ当然仕事はなくなっていくもんな、うん、AI で業種によってはなくなっていくじゃないですか。うん、もう大半の職種がなくてなっていくんじゃねえの？クリエイターと、まあどうしても人間が動かなあかんようなね分野は残るやろけど、マッサージ店とか。マッサージなんかそうやな、まだ無理やな、ロボットには。え、いや、いやですよね、マッサージ、うん、機械はね、うん、うん、でもそのうち すごいのができたらなのちゃうかハンドより、うん、ハンドより、まあ、そうやってだん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 そういうことになっていくから、うん、うかうかしてたら国が大したことないから、やっとることが、うん、そうなんですよ。でもそうやって30でリタイアして、まあじゃあ好きなことやらはできたとしてやって、そのうちにでもいいよね、そうやって余暇を過ごしながらまた新しいことを自分に見つけていくいうことができるからな、うん、できればこっち側に行ければね、うん、結局できれば年 4% ってそんなにザラにあるもんなんですか。難しいですよね。4% でも難しいんじゃないですか。いやでも不動産系で 4% っていうと低いよね。利回りが 4% だと。
やっぱ、でも 4% が出てるのが大事かな。賃貸、例えば物件も普通に考えたら 4% で回る言ったら、まあまあ A4 と思うんじゃねえ。もう今で言ったら E4 だと思います。そうやな。やっぱ普通、もう本当は7%、8% 欲しいですけどね。うん。うん、だからそれはどうやって、だからその言うたはるようにリタイアしたらもう農業やって、うん、そう、うん、お金使わずに、なんかな、あのこの間な、うん、あの長野県のな自然農のその、うん、もう古くからやってはるよとこで、あのちょっ と、うん、と一泊させてもらって、で見させてもらったんやか。うんうん、まあほんでほんま自然農やねんな、うん、もう 山みたいなとこに畑ばもう5年ぐらいやったはんねんけども、うんうん、で、一緒にご飯つく夕食は作っていただくということをやって、うん、なんか、まあ、そこら辺にこうなってるこう野菜をポポポとこう取って、でそれでバーッと5品ぐらいバーッ作ってさ、うん、でみんなで食べんねんけども、お全然金かかってんなこれと思いながら野菜だけでこんないっぱいできんねや思ってすごいよ。だ本気でやったら金ってかからへんのかなと思ってな、何うん、究極ですよね。もうすごいよな。ほんでなんか長野県の土地ですごい、あの1000坪ぐらいあんねんやろかなあれな、うん、50万ぐらいで買えるでとか おっさん言うとん、ほんまそうなんですか50万で買えるんですか。大昔の人ってそうやって生きてたんですもんね。だってそうやな、ちゃんとだから昔の生活をするっていうイメージでしょうね。うん、え待って、そこ電波は通ってるんですか。通ってるちゃんと電気通ってるし、あそう、あのまあ水道は井戸やけども、わ、普通やで、の飲みました、水は持っていったやつ飲んだ、あのミネラルウォーター飲んだけど、うん、ちゃんとろ過しとんねんで、あの、うん、あ大丈夫だと思うけどな、すごい、うん、でそんなにびっくりするようなあの原始生活でもないし、普通に、うん、なあれないけども、そっか、だからそうやっていければそんな金もいらんし、何にもこうしがらみに縛られへんし、うん、いいんじゃないですか、自然のところなんか、うん、子育ても終われば可能な話ですよね。子供を育てて、そういうとこで育てたらどうでしょう。でもそういうとこ育てたらいいんじゃん、あかんの、うん、やっぱり遅れるか都会の生活から。どうなんだろう、そう、あてかそもそも確か、うん、そのファイヤーって、うん、基本的に世帯持ち家族持ってると非常に難しさが増しちゃうって話を聞きましたね。もう、あ、そう。一人身ならまだいいんですけど、うん、まあ、結局かかるお金がね、何倍にもお金貯めたらいいよ、2倍働けんやから、うん、あ、まあ働き、まあそう働ければいいですけど、うん、多分子供できたりとか、うん、子供できたら厳しいなとか、当然かかるお金増えちゃうんで、うん、そうや、まあ、厳しいですよねと、うん、そこがねやっぱり今一人だったらね、一人で一人身で行きたい人だったら大丈夫かなとは完璧思う、だったらまあ、うん、可能性はあると思いますけどね、うん、でもあの若い人で今最近田舎行って農業を始める人、若い人、まあ、増えてるやんか、うん、そういう人たちってもう最初からこんなせあの都会の生活はもうあんまりね楽しくないから、でやってはるわけやろ、やらはるわけやろ、で若いからこそ体力あるしな、うん、そういうのは素晴らしいんじゃないかなと思うねんけどな、まあやっぱりまともに都会で生活して子供作ってやったら大変やな、学校行かさんだし、うん、やっぱファイヤーの生き方でも貯蓄をだからちょっとそんな何千万とかじゃなくても田舎暮らしを想定して支出を切り詰めるっていうのがファイヤーのなんか定義で一つあったんですけど、ね、農業
でも結構失敗してるのもする人も多いって聞くけどね、農業。うん、やっぱ教えてもらえる人、教えてもらう人。実際僕も やり始めて、まず失敗してますから。大失敗してますから。なんか、まあ、周りはあの、まあ、借りてるとこやから、何人も借りたはんねんか。みんなすごいすくすく育ったの、うんうん、俺とだけなんか全然育った雑草ぼうぼうでもちょっとあの空豆ができたぐらいのもんやねなんで、うん、いや自然のもんやねん、掘ってるからやっぱみんなちゃんと手入れしてる、うん、そうそう、皆さんはちゃんとあのそれはそうですよ、ね、畑耕してあのちゃんと肥料入れてそれそやったはんねんけど、俺は肥料もクソもあらへん、うん、とりあえず、ま、種まいてるだけやあかんな、やっぱりそれはそうですよね、頑張らなあかん俺も。でもまあ真面目にやってできるようになったら自分の食うぐらいは、農業で生活お金をね、うん、得るいうのはまたあれ別やるけど、大変やるけど、そ多分自分の分はね、うん、ぐらい、まあそれぐらいやったら大したことないと思うねえで、うん、そして俺が思うには、あのネットさえあればできる仕事さえなんか持てれば、うん、ね、田舎でまあ、うん、20万稼げば絶対生きていけるわけやから、田舎やったらそんな感じで生きれば人間らしく生きられるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、そうですね、なんかそのファイヤーも、うん、やっぱこの収入のストレスから解放される、うん、収入とかそういうお金のストレスから解放されるっていうのが目的の一つと、うんうんうん、そういう意味ではそういう田舎暮らし、やっぱ価値観が変わって、うん、なんか違う人生がまた歩めそうな感じですよね。そうやな、なんて言ったって物価が違うし、それってみんな仕事した、仕事がしたくないとかつまんないからっていう話ですよね、うん、多分、まあそらそうやな。えでもなんで詳しくは、なんかさっきから仕事肯定派だけどさ、仕事好きなの、うんいや違う、僕はちょっと違って、その楽な仕事を、うん、まあそう言い方は悪いですけど、うん、まあ効率的に楽な仕事を探せばいいんじゃないかって思うんですよ、楽な仕事をね、わざわざ辛い仕事を選んで自分が悪くて、そもそもですよ、うん、自分が選んだ道、まあ、要は自己否定じゃないですか、自分で選んだ道なのに不満言ってるのは、うん、なんかお門違いな気がして、だったら、うん、まあ、ストレスのない仕事って、まあ、探せはあると思うんですよ、それは5万と仕事はあるはずなんで、うん、違う違う、人に雇われるのはストレスじゃない、まあ僕は思わないですね、別に。まあそれは人それぞれ違うと思うんで。なあ、そう。え、ソフィアさんでも勤めしてる？まあ契約で行ってますけどね。今の仕事は嫌いじゃないんですよ。うん、仕事は好きなんですよ、うん。何がダメってお給料が少ないことですね。うん、すごい行ってる時に時間を忘れるし、自分らしく出るし、うん、なんか、まあ、癒されることもあるので、仕事で。すごくいい仕事についてるんですけど、とりあえず、働きがいがないほど安い。そうか。なるほどね。そうそうそう。なんかあるね、だから、どっちかだと思うんですよ。我慢してでも、高いお給料で、何十年、何で、10年後かぐらいに、もっと人間らしく生きる生活をするために、今は我慢の時。うん、だと思うんですね。それ最初にオレンジさんの最初の議題でやりましたよね。そんなんかやってましたね。やりがいのある仕事とやりがいのない仕事と。お金儲かるけど稼げるけど、そう。そうね。ここなんですよね。なんかやっぱ結局そのファイヤーの時代に移行するとしても、何をしろってリスクを取れるようになれってことなんですね、うん、きっとね、多分。お金貯めるまではっていうこと。そう、貯めるまではっていうか、うん、貯めて、うん、それ投資とかに手を出す、うん、副業でもそうですけど、うん、そういうどっか雇われでやらない限りっていうのはやっぱ絶対リスクがあるじゃないですか。うん、独立開業でも何でも。そうね。
やっぱリスクを取れるようになれってことだと思うんですよね。そうやな。嫌じゃん。本当は嫌じゃん。怖いじゃない？そうやな、リスクを取ることになるわな。自分で開業するとか、投資するでも、するとか言ったトレードでも何でも、絶対リスクあるわな。絶対リス。だから、で、今までリスク管理とかのこう勉強なんて誰も教えてくれないじゃない。あとそういうリスクに対する概念っていうことを、学校では教えてくれないじゃない。基本的には大学行って会社行ってっていうレールのための学校であり、勉強だから。で、そうじゃなくて、その世界を動かしてるのは投資家で、投資をとなるべきにはやっぱリスクヘッジとかリスクの勉強をしないとあかんよっていうことだと思うんですよね。会社員になるのは別に倒産のリスクはあるけど。そうね、そういう意味でファイヤーってやろうという人はまず投資をやろうということやな。絶対そう、絶対そうなると思うんですよね。まあね、日本も投資はしていかなあかんねやろうけどね。だってあれだもんね、GDP だ、GDP じゃない、なんでって、年金機構って何でしたっけ、英語でなんて言うんだっけ、年金グリフだっけ、年金、日本の年金の、なんか年金の買いとかよく言うじゃないですか。なんか年金の運用も結局、投資でしてるんでしょ、なんだっけ、グリフだっけ。年金のでも運用はその年金のとこしゃ、あのがやっとやっとって大失敗しちゃったわけだよ、日本の場合は。大失敗しちゃうね。で、ちょっとね、なんかあれもどうかわからないんだけども、大失敗するってあなたって感じが。なんでプロがいるんじゃないんですか。いや、大したことないやろな、あいつらは。そう、全然金だばっかりは勝手に集まってくるけども、それの運用となると全然赤やろな。ほんまにあのディーラーをちゃんとできるやつを、厳選して雇って運用させるんやったらいいのに、あいつら全然ダメよな。やだ、こうやだ、こうあります、そんなの。みんな思ってるんですけど、どうやって投資したらいいのかってみんな悩むんじゃないですか。あ、そう、どんな人でも、だと思いますけどね。どの商品選んでいいとか、ね、まあ、どれを選ぶのかとか、分からないんですよね。要は下地ができてへんというか、日本の人間はもともとが農耕民やから、育てて狩るということしかできへんから、狩りができへんやけ。だから投資とかに弱いんやろな、もともと下地が。だって狩りするとリスクがあるやん、まあ当然農耕もリスクあるやるけども、やっぱり戦わなあかんわ、殺さなあかんわけやから、やられるかもしれんとリスクを当然いつもあるわけで、それが基本的にないんじゃねえの、日本人は。ないでしょうね、多分ね。だから私もないけど、弱いのよな。まずやりながらリスクっていうものを覚えていかなあかんやろな。そうでないとリスクなしでの投資を望んでる人が多いんじゃねえの。だからあんまり、そうですね、だいたい多分みんな元本保証とかなんか、そんなん絶対あれ、そうなるとなんやろな、貯金になってしまうもんな。でも兼業でも全然いいとは思うんですよね。私兼業でいいよ、いいと思うんですよ。だからまあネットの時代やから、いかにどこへ行っても仕事ができるようなことをちゃんと考えていって、やっていけばリタイアできんじゃないの。リタイアした後もお金がたまらんでも、ね、ずっといけるやん、それで。そういう下地を作っていくのがいいんじゃないの、なんかいらん変なとこ勤めようと考えずに。俺はそう思うんだけどな、もうこれから時代は勤めようとか言ってても、仕事自体がね、そうやってロボットとかに取られていくんやから、もう無理やろな。その前回やったやりがいのある仕事とやりがいのない仕事の話、結局どういう話で終わったんでしたっけ。いや、終わって、終わりはどうやったんやろ。あ、終わらなかった。終わりはまあ別にないのか。終わりはない、どっち派かぐらいですよね。どっちの方が。そうなんだ、
まあ別に結論はないで、うん。まあそういうもん、案外そうそういうでもんでしょ、仕事って。本当すね。そうに好ね。きな仕事をやりたいものがあったとして、それは儲からへんのが、儲かったらいいけどね、なかなか儲からへんのが多いと。じゃあ我慢して、嫌いでももう儲かる仕事というのもあるし、ということ本で、当にね。どっちを選ぶかやね。国境なき医師団とかね。そうやな、そういうのはやりたいことはやりたい人がいっぱいいるもんな。でもあんなもん儲からへんしな。でもいいですよね。多分お金に執着しない人って絶対いるし。やはりよね。それよりこうね、なんだろう、足りればいいみたいな。そうね。なんかそういう人になりてみたいなって憧れはすごいあります。そうですね。親父さん、お金好きでしょ？お金好きですよ。お金好きですけども、本当に好き？本当に好き？お金好きですよ。だっなんて、か執着してない気がする。いろんなもん買えるやん、なんでも。買えるけども、なんやろな、別に買って満足はせえへんやんか。ほんませえへんよあらな。あら、そうもうかな。永久にこんなこと続けてても、買って満足せえへん、また次のもん買って、もっとこんな欲しいとか、そんなことばっかりやってても、手に入れるまでぐらいちゃうの、ワクワクしてんのね。もう手に入れたらもうなんかもう一つやし、あかん、これでは生きてる意味がないと思い始めたりするや。そうおお、する何と、それ一体どこにこう喜びはあるんだろうとか考えるわけよ。一体どこに喜びがあるとか？だからそうやって自分がこう生きてきたり生活した中で、一体どんな時が楽しいかなと、こういろいろ考えるねんな。そうしたら、やっぱり仲間と酒飲んだり、過ごしてる時は楽しいね、俺はね。なるほど、これやなと、これは金とは違うなというのを思いまして、じゃあそういうを理想にして、目指していこうと思っとるわけでございます。そうですね。だから俺の夢はコミュニティを作って、作もうりいましょろんな家族がいっぱい住んでるというコミュニう。ティが欲しいわけ。その中どこにうお金がどうのこうの、もう当然収入もなかったらあかんないから、当然そのコミュニティの中で、いろんなやつがおるから、いろんなもん持ってって、取りをしながら、仕事も収入も入ってくるという下地を作って、であとはみんなで畑耕して、酒飲むと。なんで、そうなる。だから、私思うんですけど、ある程度お金がある人は、結局、周りの人が、自分が好きやと思う周りの人が、自分の投資したものとか、なんか、こう、企画したもので、その人が笑顔になるのを見れた時が一番幸せなんだと思う。なるほどね。結構、うすちの父は結構そっち派で、会社して儲けたお金で従業員さんを、いろんなとこ旅行を連れて行ったりっていうのがすごい好きで、とか、人を呼んで食事をさせるのが好きで、結局その時の、その時間とその人の顔の笑顔を見るのが、究極の自分、結局人を喜ばすことで自分も幸せになるのが究極じゃないかなと思うところはある。俺は何でもいいから、もうみんなと同じレベルで遊べたらええなと。だから結局それは笑顔があるから遊べるんじゃ、だからいいんじゃないですか。オレンジさんのは多分それと同じだと思う。で、なんかやっぱり、なんやろうな、こう、この都会で普通に生きるのはできるけども、いざ田舎で何にもないところで行った時に、俺一人で生きていけ言われたら、何をやっていいのか分からへんねやか。例えば、
庭をどうのこうのするとか、家をこう直すとか建てるとか、極端に言うたらそんなできへんやんか。でもそういうようなことって何にも集まればできそうな気がすんねんか。で、私できますよ。そう、家建てられるの。家は建てられるかどうかわからへんけど、何でもできる、結構。ほんまに。そうそう、釣りもできるし、農業もできるし。おお、そうやな、農業できる。すごい。そう、全然できるし。頼りです。だからそういうなんやんか。いろんな、やっぱり誰かできはるやんか。だろう、何か集まったら誰かが何かできよるし、それにこう、ま、あの手伝いながらみんなが覚えていけるしな。もう何かやっぱり何もないとこに生活でき、みんなが行ったら生活できんのちゃうかなと思うね。ね